インヒエンホーフェンは、ドイツ連邦共和国バイエルンシュシュバーベン行政、関区のアイヒャッハイコールフリートベルク軍に属す、市場長である。この町は、ドナウ川の湿地とパール川の間に伸びる、丘陵地に位置する。インヒエンホーフェンこの町は、公式には11の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。インヒエンホーフェンは11世紀に、 イメチン法圏及びイメチェンハウンとして初めて記録されている。フィルステンフェルト修道院の市導会修道士は1283年から1803年までこの町への巡礼を重要視していた。市場ンヒエン法園はバイエルン選定綱領のミュンヘン会計局及びアイハッハ裁判所に属した。インヒエン法園は1400年以降、 行政上の固有の権利を有する市場裁判所の所在地となった。バイエルンの行政改革に伴う1818 18年の市町村令により現在の自治体が成立した。この町は1972年まではオーバーバイエルンに属した。1972年の市町村再編により初めてシュバーベン行政管区の管轄下に置かれた。この町の議会は十四人の議員からなり、 これに議長として町長が参加する。ありがとうございます。